こんにちは。今日もテケテケ日和ご覧いただきありがとうございます。今日は宮崎駅に来ておりますね。今正面に映っている工事中の建物、これアミプラザになります。今年オープンやったかな。楽しみですね。ここは宮崎駅前の高千穂通りになりますね。いわゆるビジネス街です。ビジネス街というかオフィス街かな。ビジネスビルが立ち並んでますね。私が今ね向かっているのは山形屋前、デパート前にある宝くじ売り場。ちょっと気がついたらね、もうあと3日で今発売の宝くじが終了ということで、もうこれ買っとかなきゃいかんですからね。もうね、今宝くじ買って、帰ってるとこなんですが、そう、今年の桜、宮崎市内はやっぱり遅いですね、今年もね。まだ西都原も三分咲きぐらいですし、宮崎市内の公園もね、まだ一分咲き、二分咲きぐらいのところがありますから、来週末あたりかな、宮崎市内は。山沿いの方はね、もう咲いてるみたいですけども。
れ様です。そろそろ駐車場に戻ってきましたが、歩きましたね。久しぶりに、ちょっとちゃんとねウォーキングしたような感じがします。ちなみに今日のピミパームの設定は、カラーを F6 で撮っております。クオリティは標準設定のファインですね。F ログで撮ってますので、アップするときには多少サイドアップするかもしれません。じゃあ皆さん頑張りましょう。またお会いしましょう。